スーパーマリオブラザーズ35 2020年任天堂、どうもアラヤンです。さて、先週はやり逃してしまったスペシャルバトルなんですが、今週はやっていきたいと思いますよ2週間ぶりにプレイしますね。さあ早速ですがスタート。ステージの順番がランダムじゃなくて、運営側が決めたステージ順でプレイしていくこの35人バトルですね。今日も1位を狙っていきたいと思います。さあスタート。また微妙なステージ8-2、結構難しいとこじゃないこれいや嫌な感じだわ。ジュゲム来るわ、穴だらけだわ。最悪のステージじゃないのかこれは。よし倒していきましょう。ちょっと慎重に行こうかな。よくよくね、皆さんの配信動画とか見てましたら、スーパーマリオブラザーズ35なんですね35って読んでるの私だけな気がする。皆さん読んでます？スーパーマリオブラザーズ35って読んでる人知ってたら教えてほしいですね。やばいやばいやばいいきなり死にそうな感じ。まずいまずい、キノコ危ないジュゲムがいっぱい飛んでくるの結構悲惨じゃない。7-2スタートほんと微妙なステージばっかりだな。嫌な感じだわ。水の中のステージとか、フラワー初めからあるみたいだから、これで倒しながら行きますけど、月相のランダムの動きにちょっと誘われてやられたりしますからね。左来るか右来るか微妙にわからん敵なので、超怖い。今ちょっと危なかったよね。月相いっぱい飛んできてんもんな。危ない危ない。他のプレイヤーさんから飛んできてる月相たちもたくさん出てきてるぞ。引っかかった引っかかった。プクプクはもう掘っていこう。ゲッソをね、なるべく倒していきたいけど、こっち来んな、こっち来んな。よし、オッケー。とりあえず突破するぞ。次のステージに行きたい。陸上ステージがいいね。よし、一旦クリア。2-1。ここはまだ覚えてるステージかな。よく出てくるステージだからね。オッケーオッケー。よし。はいよ。コインはまあやんでしょう。さあ、ここでこいつ踏んで一気に行ってこい。タイムはいただいておきましょう。はい、戻ってきたやつはほっといて先行くぞ。上を越えていきましょう。こっちの方が楽ちん。よっと、コインいらないかな。今のところコイン不足ではないから危ない。今ちょっと危なかったぞ。本当に当たるかと思ったわ。よいしょ。まあこの辺は知ってるステージだからね、勝手知ったるって感じかな。よっと、ジャンプするジャンプ台。はいよ、クリア。次はどこだ。 6-2、 また微妙なステージ。ここちょっとわからんわ。 6-2 って何があるところですか。よっと、フラワーを倒しながら進みたいが、ちょっと外したね。フラワーは結構強力なんでな、敵側に出しておきたいんだよな。はいよ、メットは掘っていこう。こいつでタイム稼ぐ。 OK。それからフラワー倒して先行きますよ。このスペシャルステージ、ややこしいステージばっかり来ますよね。普段やらないステージが多いな。フラワーを全然倒せてない。フラワーを倒しながら進んでいきたい。私は危ない。よし。オッケーオッケー。いい感じ。上側を越えていきましょうかね。ジュゲムはいないところは上側を越えていくのが一番無難でしょう。よっと。入れないのかな。はいよ。フラワーは倒しながら行けば敵の方に出ていくだろうから、どんどんこいつらは倒していきたい。はいよ。いけるでしょ。こんな感じかな。なんか当たっちゃったけど。まあいいか。なんとかなるでしょう。よし、クリア。1-1。いい感じ。ここだったら、おお、いっぱい来たな。いっぱい来た。カメさん行ってらっしゃい。帰ってきて踏みつける。オッケー。フラワー取って、またカメたちか。よっと、危ない。当たっちゃったわ。かわしきれんかったね。そんなこともあるでしょう。こいつらは連続踏みで秒数稼いで蹴っ飛ばす。危ない危ない。はいよ。ここでワンナップ取ってコインをゲットしといて、嫌なところにフラワーいますね。こいつでぶっ飛ばせ。よし、行ってこい。で、ここでフラワーゲット。1-1は楽勝なんだよな。嫌な感じ。これは嫌な感じこんだけいたらかわせないでしょうよ。さあ行くぜ。一応フラワー取っとくか。その方が安心ですよね。なんか
詰まっちゃってる。めっちゃボンミスした。よし走り抜けろ。この辺はまあまあそんなに敵がいないだろうから、オッケーオッケー。結構強い人たちが残ってますね。14人もまだ残ってる。あ、また2-2。水のステージだけど 2-2 はそんなに敵はもともと多くないから、他のプレイヤーたちから飛んでくる敵たちがどれぐらい邪魔してくるかによるよね。難易度がね、敵の数でだいぶ変わるからな。よし、オッケーオッケー。プクプクはまっすぐしか飛んでこないから、月槽の動きさえ気にしてれば大丈夫だろう。やられることはないはず。月槽いないな。オッケー、大丈夫。クリアかな。さあ、次は陸上ステージがいい。水ステージばっかり巡回するのは本当に勘弁だぞ。3-2、また微妙なところ。オッケーだ、全部倒した。ファイヤーで倒してもあんまり美味しくないんだよね。秒数がそんなに増えないからな。オッケー。この上からスター。こいつ取って一気にダッシュで走り抜ける。これでこのステージはクリアしたようなもんですよね。ここは楽勝だろう。いや、そうでもないか。まだ終わりじゃないかな。はいよ。終わったかな。オッケー。次はどこ？ 5-2。あんまり記憶にない。ここか。ここも結構難しいステージだけど、これは無理。絶対かわせないやつ。あの位置にフラワーはひどくない？よし。ここでフラワーゲットして、ファイヤーで倒しとこう。よし。微妙に時間のスピードが速くなったのかな。いつの間にか速くなってんな。この辺にまたブロスがいてるよね。ブロスは倒しといて、メットが来るのはやめてほしい。上から越えていこう。オッケー。ブロスがいてる。あ、やば。しまった。やばい。これはまずいぞ。非常にまずいところで敵に当たった気がする。オッケー。いい感じ。この辺にアイテムあったはず。スターゲット。走り抜けろ。ここは一気にクリアしてしまう方がいい。非常に危険な状態。よし、これでクリア。オッケーだ。次はどこ？ 6-4。ここで白ステージか。やめてほしいな。いいね。フラワーを欲しかった。ここで秒数稼いどいて、向こう側に渡る。ちょっとフラワー多すぎない？パックンフラワー多すぎないか？ちょっと待て。めちゃくちゃ多いんだが、敵の数が多すぎるでしょう、これは。フラワー、そこはやめて。嫌な位置にいた。よし、炎はかわして一気に越えていくぜ。ちょっと当たったけど大丈夫。クリア。あと残り4人。やばい、ここで水ステージ7-2か。フラワー出ろ。違う、パワーじゃない。フラワーが欲しい。クッパはそこはやめて。スターも今はいらないんだ。水ステージのスターは無意味だぜ。全然敵倒せないからね。さあ、ラストの1回回して、またスターか。ちょっと待って、コインを取りながら進むぞ。20枚貯めたい。これはまずい。チビのままでこのまま水ステージ奥まで行くのは非常にまずいぞ。やばいな、クリアしちゃったな。次なんだったっけ、どこのステージだっけ。 2-1、 助かった。ここにキノコある。月槽が飛んでるけどキノコで。危ない危ない、怖い怖い。ほんとランダムの動きするよねこいつね。よし、オッケー。あと180秒。時間の方が結構まずいかな。超えろ。また月槽か。誰か水の中のステージ進んでるな。これは超えて、ノコノコ踏んで、蹴っ飛ばせ。よし。帰ってくるよね。帰ってこないか。だったら楽勝だわ。よし。上から超えていくぞ。残り3人。クリアしたいな。1位取りたいんだが、危ない危ない危ない。ちょっと時間との戦いかな。時間がなくなっちゃいそうな気がする。よし、蹴っ飛ばせ。オッケー。いい感じ。ここも。よし、一気に稼いだ。帰ってくるよね。よし、ちゃんと処理できてるぞ。こいつも。ジャンプしてこっち来るな。やめとけ。おっと、失敗。残り2人なんだよな。1対1。行ってしまいたい。6-2。また微妙なステージ。ここも微妙に覚えてないけど、一気に越えながら敵を倒していきたい。よし、OK。いい感じに秒数は稼げてるから、なんとかなりそうな気はするが。よし、フラワーも倒した。残り90秒。微妙なところだな。OK。のこのこで一気に秒数を稼いでいくスタイルでいきたいね。
ちょっと危険、めっちゃ危険だわ。よし、こいつも踏みつけろ。向こうの人上手だな。全然やられる気配がないぞ。よし、オッケー。なんとか突破できそうだが、これ向こう側渡れたよね。一気にジャンプで渡って、ブロスはやめろ。ここでブロスはやめてくれ。嫌な感じだ。ってことは向こうさん、ブロスいっぱいやっぱりいてるんだよな。そんな気したわ。オッケー、ギリギリ今やられるかと思った。やったー、1位取りました。際どかったなー。いやー、また今回のスペシャルバトルでも1位ゲットさせていただきました。ふー、やられたと思ったね。本当に際どいバトルだった今。さあ、ランクアップ、ランク60ね。また新しいアイコンゲットかな。さあ、てことで今回のスペシャルバトルも1位を取らせていただきました。毎回1位取るのはね、そんなに難しくなくなってきましたね。慣れてきました。ただ際どかったよね今回のは。またよくわからない、普段行かないようなステージばっかり出てきたら際どいことになると思うけど、また来週もこのスペシャルバトル遊べたらいいかな。ってことで今回はこの辺で。この動画をここまで見てくださった方はチャンネル登録と高評価ボタンを押していってください。また皆様からのコメントが励みになります。ぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。